リサバティアシュビリ、リサバティアシュビリは、ジョージア出身のバイオリニスト。夫は、オーボエ奏者のフランソワルルー。クルジアの首都トビリシに生まれ、1994年に、一家で、ドイツのミュンヘンに移住する。ハンブルクでマルクリボツキーに、ミュンヘンでアナチマチェンコにバイオリンを指持。1995年にはわずか16歳にして、シベリウス国際バイオリンコンクールにおいて2位に、 入賞し脚光を浴びた。2001年に BBC プロムスのコンサートに初出演して絶賛を浴びたほか、2007年にはベルリンフィルハーモニー管弦楽団やニューヨークフィルハーモニックの演奏会にもデビュー。2003年にはシュレスビヒホルシュタイン音楽祭においてレナード・バーンスタイン賞を受賞。現在は世界各地で 一流指揮者やオーケストラと共演を重ねており、日本では NHK 交響楽団と2004年1月、2006年4月、2009年1月、2011年12月に共演している。2001年に EMI より CD デビュー。その後、ソニークラシカルから2枚の CD をリリースし、2010年にはドイツグラムフォンへ移籍。このか。 夫であるフランソワルルーの CD にもバイオリニストとして参加している。日本音楽財団太陽の1709年生、ストラディバリウス、エングルマン。ありがとうございます。